はよう。最近猫背矯正のために朝背筋伸ばしプロテクターみたいなのをつけるようにしてます。めっちゃかっこ悪いですけど。いつもはここにバナナがあるんですけど、ちょっと最近飲みすぎて体重と体脂肪が増えてるので、今日はバナナなしでこれだけです。朝食は MCT オイル。食べます。いつも朝食はこのキッチンでこのまま座って食べます。カルシウムとかマグネシウムとか鉄分とかビタミンのサプリ。ね、キウイ僕皮ごと食べるんですよね。どっから国の人がね、皮ごとキウイ食べてて、あ、食べられるんだと思ってから、ちょっと剥くのめんどくさいってのもあって、食物繊維もあるんで皮ごと食べてます。あとプロテイン 1.5 人前です。毎朝必ず飲んでます。アスケンっていう食事管理アプリを使ってるんですけど、もう食べた後その場ですぐ打ち込みます。今食べたものが数字ですぐ出てくるんで、毎日の食事量を計算して食べるようにしてます。ごちそうさまでした。おはよう。散歩、お散歩、散歩行こう、お散歩行こう、お散歩行こう、お散歩行こう、散歩行こう。最近は冬の散歩と一緒にまとめてランニングをするようにしてます。
水飲む。ただいま。だいたい20分ぐらいかけて富士の散歩と一緒に3キロ、毎日走るようにしてます。間違いない。